画用紙で立体的でしっかりとした草を作ってみました。まず四つ切り画用紙を縦半分に切ってギザギザの線を描いていきます。次にカッターでその線に沿って切ります。曲がり角が急なのでハサミを使うよりもカッターを使う方がきれいに切れます。これで2つ分できます。次に柔らかいものを下に敷いて色鉛筆で線を描いていきます。間の短いところと草の先から下まで、これは幅を少し狭くして描いていきましょう。幅の狭い広いを作っておきます。そしてこの幅の狭いところを折りたたんでホッチキスで留めます。折り筋をしっかりつけながらホッチキスで留めていきましょう。これでできました。表でも裏でもどちらでも使うことができます。もう一枚も同じようにして作ります。そして押しピンで留めていきます。前に垂れてくるところがあれば上の方も画鋲で留めてください。これで草むらができました。花や蝶などをあしらって壁面の飾りに使いましょう。